日常演舞の空間にようこそ。さて本日の空間こちら。ではごゆっくりお楽しみください。小池屋キッチンのトルティアチップスに業務スーパーのストロベリーソースをかけてみたいと思います。はい、もう今回かなり危ない橋を渡ってます、まあキャラメルポップコーンとかもあるとは思いますし、チョコレートも悪くなかったんですが、果たして甘酸っぱさと合うのか。さあどんな感じになるのかな。来ますよ、もう後には引けないぞ。これかなりかけないとな。チャンネル登録よろしくお願いします。冒険かなと思ったのですが、案外悪くなかったですね。いちごの甘酸っぱさをパリパリとした食感とともに楽しむことができて結構美味しかったです。人によって好みあると思いますが、ぜひ一度試していただきたい組み合わせですね。自分は好みでしたので、これはこちらの点数とさせていただきます。まあ下駄を履かせているのかもしれませんが、それでは夕立や強情っぱり嫌なので、夕立に意地を張って何かやってるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。